ワンちゃん、おはようございます。今日は冷たい雨が降っています。まあ雨だろうが晴れだろうが家にいることは変わりないので、うちの中で遊びましょうね。なんか外すごいことになってんだよ。ビュービュー行ったりザーザー行ったりしてるよ。はい。はい、いっぱい取れました。じゃあ今日すごい音がするね。やまないね、ジャック。気温もちょっと低めなので眠いかな。このホットカーペット、あれ？ついてるね。はい。あんまり寒いようだったら遠赤外線ヒーター出すからね。そろそろ生配信の時間です。あれ、ジャン君 何か言うと必ずジャン君動いてしまいますが、じゃあスタートするよ。12時半になりました。今日は4月13日ですね。猫カフェアスタマニャーニャスタートいたします。いわゆるタイトルコールみたいなやつがほとんどうまくいったことがありません。いつも何にも考えずに始めてしまうので、よくないですね。何か書いといた方がいいのかな。ということで、今日は冷たい雨が降っています。ジャン君もポンちゃんも今日は暴れたりせず、のんびり眠る方向に行ってるのかな。ジャン君、うとうとしてますか？大井さん、こんにちは。こんにちは。ひとみさん、パパさん、ママさん、皆様、こんにちは。こんにちは。ひとみさん、お仕事前にお邪魔いたします。はい、よろしくお願いします。シータンさん、パパさん、ママさん、かっこいいジャン君、ポンちゃん、こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ということで、今ちょっとジャン君が席を外してしまいましたが、少し窓でも映しときましょうかね。はい、生配信が終了いたしました。ポンちゃんは窓際にいらっしゃい。ジャン君は寝てます。見えますか？さあ、今日は何もしない一日になりと、なりとなると思います。雨だしね。片付けぐらいはしましょうよ。いいね。ちょっとね。今日は
生配信が2時に終わってからですね、みんなでちょっとくつろいでいたら、まあ土砂降りの雨もあったんですが、なぜか全員爆睡です。今6時をちょっと前になるんですが、ほぼほぼ3時間は寝たよね。ジャン君もポンちゃんも、パパママが目覚まして、あ寝ちゃったねって言ったら起きてきました。おはよう。よいしょ。ポンちゃんもおはよう。あー暑い。なんか眠かったね。そんな日もあっていいか。こんなコロナな日々です。